ようございます。今日は8月27日ポップアップ2日目です。ただいまイベントが終わって12時半、みんな疲れて帰っちゃったんで一人で飲みに繰り出したいと思います。喫茶マウスに行きました。お腹いっぱいです。朝6時ぐらいまでやってる定食屋、カレーは軽食らしいです。で今ちょっと知り合いが向かいのスナックにいるっぽいので一瞬だけちょっと覗きます。レゴーズも半年ぶりの石垣、お帰りましょうっていう、そして半年ぶりのカズ、お帰り、ありがとうございます。運転のコーヒー割りちょっとそんなのちゃん教えてくれ、やるよ、だから私も。うわこれは美味しい、絶対美味しい。辛そば美味しい、人気ある。うん、絶対美味しい。ミサイチューの次に辛そばとは汁がない辛のそばです。辛子ではないんです。とても美味しかったです。ヤギの出汁が効いて。またおやすみなさい。お先に失礼いたします。ミサイちゃんもまたバイバイ。ごちそうさまでした。ありがとうございます。美味しかったです。はい、またはい、スナックカズでした。とてもアットホームなお店。今は3時半、そして明日の朝は西表島に行かなきゃいけないので、ちょっと羽目を外しすぎてしまいました。でも美味しかったな。いや石垣最高だ。8月28日月曜日、イベントを終えて今日はね西表島に今から行きます。今回西表は上原っていうところに行きます。そこからちょっと行ったら水曜どうでしょうで多分ネイチャーガイドみたいなのしてたロビンソン、その人のなんかロビンソンの家みたいな店なのかなんかがあるので、そこにちょっと顔出してみたいと思います。久々に行きました、夕暮れた離島ターミナル。ここから今回も西表に行きます。お、YouTuber がいました。おはようございます。今回もマリアシェイクをいただいて、これから西表島へ。え、どっち？ありがとうございます。スパムおにぎりは美味しいですか？もちもち。うまい。ささみおにぎり。鬼ささって言われてるの。美味しそう。うん。いや、鬼ささ。鬼ささ。なんなんだろうな。めちゃくちゃうまい、鬼ささ。鬼ささ爆うまだ。うん？西表到着。上原。前回とはまた違う景色。の、のハイビスカス。ノハイビスカスだ。耳を澄ませば三線が聞こえてくるさ。え？西表自然学校軽食喫茶軽食。うわなんかいい、奥にもお店があるけどまだクローズです。ちょっと待ってよ、ちょっと待って、左見てください。ほら、後で行く目的地です。これ違う、ロビンソン小屋です。目的地コーヒーエトモ入り、早くも到着です。いい、すごくいい。え、この感じいいな。これ本州に欲しいな。 Wi-Fi と充電マーク、こちらが我々の親友の営むコーヒーエトモ入りです。いい、素敵なお店。光先輩がいます。ラガーデンっていうのがその隣
の、まあ、エレちゃんにあります。とりあえず今からおすすめされた少年でご飯を食べます。でもちょっとおにぎりで小腹が満たされております。少年に来ました。素敵。今日はね、西表の現地の方にアテンドしてもらってます。サロー。これがガーリックガーリックシュリンプ。いやいいね。これ何ソースだろう。なんかこうシークワーサーとか入ってんのかな。あ、ごま GM だった。なんか黄色っぽかったから、うん、しない。こちらがね、自家製のヨーグルトソースです。やいちゃいちゃい。はい、2人がね、ガーリックシュ、どうですか、うん、食レ、はい、ありがとうございます。雑な食レポです。すごいね、パイナップルがついてくるのが島っぽいですね。でもパイナップルっていうのはね、消化作用を促す成分が入ってるんでいいんですよ、すごく。すごい、これロコモコ丼、丼じゃねえや、ロコモコ。お好みでマスタードをつけて、なんだろう、ハンバ、とりあえずハンバーグと目玉焼きみたいなイメージあるね。はい、石垣、UNY、石垣の友達一人が、ペンチムの海外編の編集チームにかかったって言って、マジでやんだな。シュリンプ。すごい。ひながぶれる。センサー速度おいしいって話がさっき。ありがとうございます。ごちそうさまでした。こっちチャンネル、チャンネル登録よろしくね。うわ、めっちゃいい絵これ、めっちゃいい。おまかせのコーヒーを飲みます。おまかせコーヒー。え、なんか肌にめっちゃ合っちゃって嫌だ。あ、この方はもう、あ、ポルト、え、VO、 VO、 これが多分ね。ありがとうございます。飾っていただいております。手仕事センターへ来てました。え、素敵。すごい、あれがピナイサーラの滝。あ、あって、あっつお湯、お湯、え、めちゃめちゃ、え、めちゃめちゃお湯、え、熱い、え、熱いんだけど、お湯、え、めっちゃお湯、めっちゃ、やだやだ、置いてかれる。あ、見たい見たい。 あ、結構こうやって見ると上原港からは南に来てたんだね。お、かわいい。西表山猫。え、こいつはエモい。なんていい仲間たちなんでしょうか。はい、ロビンソンにね、皆さん一緒に行きたいっていうことで今からついていきたいと思います。岸さんもやってるし、なんかその T シャツとかもお土産も売ってるし、犬もいるし、多分、あと多分大丈夫、あとなんかヒロさんみたいなことやってるんじゃない、ネイチャーツアーみたいな、もうやってるっぽいよ。だから多分それのガイドで水曜どうでしょうクルーをやって、そっからあれなんじゃない。入り口がまずどこなの、あの柵のとこなのかな、あれ閉まってんのかな。ロビンソン小屋です。かわいい。え、こっちじゃないのかな、どういうこと、ここ入り口、え、入り口がどこか分かりません。え、障害物があるからどっち、でも、え、え、はいはい、こっちね、
え、いけるいけるめっちゃ面白い。え、あ、でも見てほら、そっからえ、うん、伝承看板がある。お、え、面白い、すごい。え、写真とか撮ってもいいんですか？イエーイ、すごいすごい。お邪魔しますお邪魔しますすごい。やだ、かわいいじゃないの。すげえ、なにこれ、すごい。あ、こういうこと、かわいい。シールとかわいい。僕苦手じゃないです。え、犬すごい、すごい。何犬ですか？沖縄県。かわいいよ。鼻入ったらもう甘くてもう夏くの。だから犬系ですと恐怖だよね。腰、がアレルギーで。かわいい。すごいすごいすごい。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 ロビンソン小屋。かわいい。これは知ってるよね。知ってますよ。これ買ったほうがいい。買ったほうがいいです。二度と作れないじゃん。貴重な。二度と作らない。作れない。これいつ作ったんですか ?2019 年に作ったんですか？会社の裏。はい。これお金を払ってちゃんとこれ許可取ってる。はい。ちょっと見ていいですか？え、軍手？あ、かわいい。それ売り物じゃない。あら、そう。これね、会社から送ってきたの、こんな、こんなのは。へぇ、じゃあせっかくだから T シャツ買おうかな。これはね、記念に1枚持っていた方がいい。どうでしょうのファンだったら、はい、必要だよ。必要。あなた違うの？私はあまり見たことない。どうでもいいでしょうだ。どうでもいいでしょう。面白い。僕好きですよ。赤。いいよね。せっかくなんで僕赤の L サイズ。ねえ、買わなくていいの？嬉しい、ね、せっかくなんで一緒に写真撮ってください。結構訪ねてくる人多いですか？そうですね、もうどうでしょうのか多いからね。最近も来たりするんですか？僕はコーヒー屋さんなんです。コーヒー屋さんが、コーヒー屋さんに行ってる。そう、コーヒー屋さんに行ってる。そう、コーヒー屋さんに行ってる。小さいやめたい。まあ一応免許は持ってるから。はい、ありがたい話が聞けました。そして思わず T シャツを買う流れになってしまいました。あ、めっちゃビーチ、やばい。綺麗なんだけど。